奈良バイパス、奈良県奈良市佐保台西町奈良バイパス終点付近、奈良県大和郡山市横田町奈良バイパスは、京都府木津川市市坂から、奈良県大和郡山市伊豆市条町の間、14.2km の一般国道24号バイパスである。1970年3月から1971年10月に、木津町市坂、奈良市山勝寺町官を順次供用開始した。 その後も工事を進めて1977年5月16日に大和郡山市初市院長までのバイパス区間 12.9km を暫定に車線で共用開始し全通した。バイパス部分の工事進捗状況に合わせて、急暇区間が区域変更されて1972年3月22日に木津町市坂奈良市大森町間、 1977年11月1日に、奈良市大森町、大和郡山市初支長官が、国道指定を外れた。1984年3月22日に、初支援長の横田町北交差点以北の4、車線化工事が完了した。1991年4月22日に、横田町交差点、郡山インターチェンジ間の拡幅工事が、竣行。 14.2km 前線の4車線化が完了した。奈良市内の渋滞緩和を目的に1964年から計画されたが、当初の計画ルート上に平城宮跡や長南辺古墳等、歴史的価値の高い史跡が存在していることから、奈良市内の一部ルートを東に迂回させたという経緯がある。木津奈良道交差点から横田町北交差点の旧道区間は、 国道369号を含む奈良県道754号、木津横田線、国道169号と三条通りである。ありがとうございます。